ジェームズ・キャメロンの映画、アバター用にデザインされた、スズメバチのような地球外生命体ヘルファイア・ワスプ、異性進化は、現実的な地球外生命体の進化や生態系を題材にした、死弁進化の主要なジャンルの一つ。ブログフラハン・バイオロジーのような、地球外生命体に焦点を当てた、紫弁進化作品では、現実的な科学原理が用いられて、 仮説的な地球外生命体のバイオメカニクスが記載されている。一般には宇宙生物学という用語で認識されるが、これらの用語は自然進化とは大きく関連しない実際の科学分野のことを指す。宇宙生物学における20世紀の研究では地球外生命体に関する定式が提唱されることもあった。天体物理学者のカール・セーガンとエドウィン・サル・ピーターは 木星のような巨大ガス惑星の大気に生息できる、捕食性、浮遊性、人工性生成物からなる生態系を試作し、1976年に学術論文を発表した。異星人の可能性を探求しているアーティストと作家が互いに同様のアイデアを別個に思いつくことがあるが、これは多くの場合、同じ生物学的プロセスやアイデアを研究していることが原因である。 このようなケースは、収束的自弁と呼ばれることがあり、収束進化という科学的な考え方に似ている。地球外生命体に焦点を当てた自弁生物学では、生命形態は地球と極めて異なる惑星に生息するためのデザインがなされることが多い。このような場合、天文学や科学及び物理法則といった問題は、 通常の生物学的原則と同じように考慮すべき、重要な要素となってくる。そのようなシナリオに基づき、非常にエキゾチックな環境を探索する作品が描かれている。例えば、ロバート・イルフォワードの1980年のハード、SF 小説、竜の卵では、中性子星の生命の物語が生み出され、鉄の蒸気に包まれた。 高さ5から100ミリメートルの山脈が連なる強い重力の高エネルギー環境が描写された。中性子星が冷却されて安定した科学が発達すると生命は極めて急速な進化を遂げた。フォワードは人間よりも100万倍早い時間の中で生きる内ーの文明を空想した。おそらく最も著名な仮説的地球外生態系の自弁作品は 架空の惑星、ダーウィン4を探索するウェイン・バローの1990年の著書、エクスペディションであろう。エクスペディションは人類と知的異星人からなるチームが率いた24世紀の惑星遠征の報告として執筆され、絵と叙述的テキストが使用されて、完全に現実的な地球外生態系が描写されている。後にバローはこの本のテレビ版である、エイリアンプラネットの エグゼクティブプロデューサーに起用された。エイリアンプラネットでは、ダーウィン4の探索は代わりに探査ロボットが行い、惑星の生態系を詳細に説明するパートは、道を書くや、ジャック・ホーナー及び、ジェームズ・ B ・ガーヴィンといった科学者へのインタビューで行われた。地球外生命体に焦点を当てた、他の自然進化の例には、トゥーガル・ディクソンの2010年の小説、グリーンワールド、 BBC2 とディスカバリーチャンネルの1997年のテレビスペシャルナチュラルヒストリー・オブ・アンエイリアンチャンネル4とナショナルジオグラフィックの2005年のテレビ番組 E.T. の住む星がある。またそれだけでなく CM コセメンの巣などやゲルト版ダイクのフラハといったウェーブを拠点としたアーティストのプロジェクトでも 地球外惑星の生物圏が描かれている。SF を通して地球外生命体の自然進化は大衆文化における強力な存在を得た。映画エイリアンに登場したエイリアンは特に卵から寄生性の幼体を経てゼノ毛布へ至る一連の生活感が生物学における寄生蜂の現実の修正に基づいていると考えられている。さらに、 H.R. ギーガーがデザインしたエイリアンは、昆虫、極秘動物、化石海百合の特徴を取り込んでいる。コンセプトアーティストのロンコップは、生態防御機構として、酸性の血液を提案した。ジェームズ・キャメロンの2009年の映画、アバターは、完全に、オリジナルの架空の生物圏を構築し、主便的地球外生物の種も登場した。これには、生物形態が、 科学的に最もらしくなるよう専門家チームが助力した。この映画の生物は、翼竜、ミクロラプトル、ホホジロザメ、ピューマといった多岐にわたる地球生物の種からインスパイアされており、これらの生物の特徴を組み合わせて地球外生命体の世界が創作された。上記の作品のうち、竜の卵は、言語版の出版から2年後にあたる1982年に、 日本語版が出版された。また、ET の住む星は、イギリスでの放送と同じ2005年に、エイリアンプラネットは、アメリカでの公開から約3年後の2008年に、いずれも NHK 教育の地球ドラマチック内で放送された。日本展開について特筆すべきは、グリーンワールドで、本作は世界に先駆けて日本語版が発売された後、他の言語版が発売されていない。 すなわち、海外の著者でありながら日本語版のみ、発売されていることになる。2019年6月には、NHK 総合、NHK スペシャル枠で放送された、スペーススペクタクル第一集にて、赤色の光合成生物や、両生類のような姿をした動物型の生物などの、生物圏が描写された。第一集は、地球外生命体の生息可能性をテーマにしていた。 ありがとうございます。